どうもー影やんです。今日はですね掃除は必須ということについてお話ししたいと思います。えー、僕はですね掃除、えー、これをね結構こう重要視というか、えー、大事にしています。で、えーまあ、お店をやってるんでですねお店のね部屋の施術室の掃除これはまあ 当たり前です。どのお店をやってる人もこうたまにしてないお店もあるかもしれないですけどまあそういうところはまあいいとして、えー、あの僕その仕事場をこうきれいにするこれは当たり前ですよね。で、えー、自宅兼店舗なんで、えー、階段階段廊下の、えー、雑巾がけこれはあのー、毎日、まあ、定休日以外ですね。 させていただ施術室と階段と廊下の雑巾がけとこれはこうしているというところですねそれに加えてですね僕がやっているのはトイレ掃除とトイレ掃除は去年の9月か10月かその辺から毎日休みの日も休まず毎日ずっと続けておりますだからもう1年以上トイレ掃除を続けていると。 いうところでよくトイレをこうしっかり掃除するとお金に困らないなんか言ったりするんですけども、えー、それはちょっと僕感じていますあのそれがどうつながってるのか僕はわかんないですけどもあのー、緊急事態宣言がありましたね今年の4月5月だったかな、えー、4月やったかななんかその辺の時にこれはなかなか厳しい状態になるかなと思ってた ですけども、えー、必要な分のお金だけの売り上げがこう上がる、えー、状態を僕はちょっと不思議に感じてたんですけども、えー、そういう状態がこうあったというところで何かにこう守られてるのかなと、えー、勝手に思ったりはこうしてましたんでこうありがたいなと思いながらこうトイレ掃除をこう一生懸命すると一生懸命というかね、あのー、最初の頃はですねなんかこう、えー、ラジオを聴きながらトイレ掃除をこうしてたんですけども、えー、それもね こうやりながらトイレ掃除の中のね、えー、トイレの中で、えー、掃除する場所をどん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 増やしていってですね今,今はかなりの範囲の、えー、トイレ掃除の中でこう最初はこう便器とかその周りをしてただけを全部をこうなるべくこう壁もねこう拭いたりとかいろいろこう、えー、窓枠とかそういうのもこう拭いたりとかいろいろこうやっていくのを増やしていくで途中からですね やっぱトイレ掃除にはこう真摯に向き合わなあかんという気持ちになってですね、えー、例えば音楽を流したりとか、えー、ラジオを聴いたりしながらやるながらじゃなくてトイレの掃除のたためだけに、えー、やるという形をこう取りましたで、あのー、僕は右利きなんで右でこう拭いてたんですけどもこれは、えー、左で拭いてみるちょっと右の肩を痛めた時に左で拭くっていうことをこう、えー、やってみたりとかねして。 いいろいろこう試しております、うん、それがどう,こうどう何につながるのかよっていうことではないんですけども自分でこうやってみるって言ってやってみるってこう。で左、えー、腕もこう使えるようになるようにしようかなと思ったりして今はもう普通に右でやってますけどその時はそういうふうに考えてやったりそれ自体に何の意味もないかもしれないんですけどもそういうことをこうやったりしましたでこれに加えてですね最近覚えたのが風呂掃除ですね風呂掃除と言ってもその 風呂釜というかその浴槽をこうスポンジにこう石鹸をつけてですねほんでこうゴシゴシとこう洗うとで洗ってこのお湯でこう流すということですねだからまあまあ5分ぐらいですかね5分もかからないぐらいですかねでそれぐらいのこう掃除をするほんでえトイレあの風呂掃除に関してはね僕はこうかなり好きでですねあの家族も喜んでますけどもその家族が喜んでくれるのも えー、まあいいい,いなと5割ぐらいあってですね自分がやりたいからやってるっていうのが5割の気持ちがあってなんかこう、えー、そのね設をつけてこう綺麗にしていくっていうことがこう面白いというかねそういうふうに感じてるんでこうしっかりとこう掃除をするとでこで風呂でこう、えー、お湯に浸かってですねこういろいろとすることが結局そういうことできてるっていうのも風呂があるおかげやということでこう風呂を きれいにすす。るととうことを最近加えておりますもちろんあのー、仕事の関係いろんなことでこう、えー、違う家族が違う家族っていうか家族の違う人間がする場合もあるんですけどもできる限りできる範囲では僕もこうやろうというふうに考えてこうやっているというところですね。であの,ーこの 掃除っていうのがです、ね、その体を使うことで言ってもその雑巾がけとかねこう手をこうやったりするじゃないですかこういうことのこう動きこの体こうやってやっていくこともこう体にとってもいいとで健康にとってもいいということとあとは精神状態をこう落ち着かせるというかですねこう、えー、仕事モードにこうグーッと切り替わっていくのにこうよかったりとかね、えー、そういういろんなこうメリットというか自分に与えるものがあるんでですね その掃除というのは僕の中で必須である。で、トイレ掃除に関してはずっと去年の9月から10月、まあ、1年以上毎日続けていると。これはずっと続けます。家がこう、えー、何かで壊れたりしない限りトイレがある限りはトイレ掃除をこうするということです。これに関してはあのー、トイレ掃除をしないと落ち着かないですね。もししてない日があったりしたらしてないと思ったらもうあのー。 必ずすると。それは風呂を入った後であろうと、えー、酒を飲んであろうと絶対にするということですねただ、えー、もちろんそのご飯食べる前にトイレ掃除してないことは気づいてますし、えー、今日やることやること トゥードゥーリストですね。中にトイレ掃除っていうのは入ってるでそれをしっかりとここなしていくというかこうやっていくっていうのは僕の中で当たり前になってるんでこうやるとだからお店の掃除やるのは誰でもしますんでトイレ掃除を毎日やる人がどこまで言い張るか分かんないですけどこれも言い張るとで風呂掃除もしてる人ここは、えー、お店の掃除ですよねで、えー、家の掃除 トイレ掃掃除、除、風呂掃除ここまでやってる人がどこまでいるのかわかんないですけども僕はそれはこうしっかりとこうやっていこうというところであります。あとはまあまあ部屋のね、えー、いろんなことをこうしないといけないた、えー、と部屋掃除に関してはですねうちはちょっとこう家族にこうやってもらっててでこうお礼に何か渡したりしてるっていうことをします。というのはですね、えー、うちの家族はものすごくきれいに。 掃除をしてくれるんで,ですねそれをお任せしているという状態であります。ということで今日はですね掃除は必須ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。